それではこの例題を通して回転系から見た物体の運動がどのような振る舞いになるかを考察をしてみることにしよう今このように無重力空間に巨大な宇宙ステーションを建設すすることとができたとしますそしてこの中で人間がこう生活をしなければいけないんですけれども例えばですね ススペースシャトルの映像などを見ると見かけ上無重力の空間というのは非常にこう人間にとって生活がしづらいということは体験をしなくてもわかりますよねそこでですね、えー、よく考えられているのはこの宇宙ステーションを回転させることで遠心力を発生させるとでその遠心力が重力の代わりとして働けばですね地球環境に似せることができるというふうに考えられています。こんなふうに回転をさせるわけですね でこの場合ですね、えー、この人間にとって、えー、床とか地面というのはここののの宇宙ステーションの外側の側面とということになりますそれから、えー、内側の側面が、まあ、天井に相当することになるかな。ところが、まあ、遠心力で見かけ上の重力を発生させることができたとしてもですね、えー、地球と全く同じ環境にならないということをこれからいくつかのですね実例でこう見ていくことになります。 これがですね、えー、半径ラジアルの宇宙ステーションですね。でこの点を中心にある角速度で回すことで、まあ、地球環境に似せるということを実現したいんですけれどもでここにね、えー、宇宙ステーションとともに回転する観測者 S がいますちょっと拡大するとこうですねでこの人は、えー、バネを持っていてその先に重りを吊るして観測をしているんですねそして宇宙ステーションが角速度オメガで回転をすると とこの観測者から見ておもりには見かけ上遠心力が働きますよねその強さは丸い大きな目が2つ向きは回転中心から遠ざかる向きですね、まあ、その結果このバネはある伸びを示しますよねそれがどうも問題で L だと書かれているんですねその結果何がわかるかというとこのバネ定数この問題には与えられていないんですよそれが計算できるんです仮仮に定定数 K ととをすると この時のと弾性力は K と書けますねで。これが釣り合ってこの観測者 S にとっては静止に見えると。と釣り合いの式を書くとこうなります。したがってバネ定数が決まります。ですね。これを準備しておいてください。それでは最初の問いかけに答えることにしよう。えー、宇宙ステーションは相変わらずオメガで回転をしています。そして先ほどの観測者が内壁に沿って回転方向に速さ V で走るんだそうです。 ですかえー、この内壁に対して、えー、速さ V で走ると言っていますそうすると外から見たですねこの観測者の角速度ははオメガでななくなりますね、まあ、その結果ですねこの遠心力が変わるのでこのバネの伸びは実は先ほどの L とは違ったものになります、まあ、ふとこれね地球環境で考えてみると、えー、地表面で人がバネを持って等速で走ってみてください。伸びは 変わりません、ね、しかしこれは、えー、地球環境とは違うわけですから、えー、伸びは変わってしまうんですね。さあそこでこの伸びををある方法で計算をしますでこのバネの伸びを誰に観測させて求めるかということになるけど、うん、これはもう観測者 S でいいでしょうね。この人が見ておもりは静止に見えますから、えー、釣り合いの運動方程式で伸びを計算しよう。たただそのためには えー、遠心力を計算する必要がありますから、えー、外から見たこの観測者の角速度オメガダッシュが必要になりますこれオメガではないわけですねでオメガダッシュは簡単に求まりますですか、えー、こいつのですね接線方向の速度は、えー、宇宙ステーションの回転に伴う速度 r オメガにさらに v が合成されますよねそれが r オメガダッシュに等しいとしてオメガダッシュを計算をしますですか そうするとこの観測者 S が見た重りに働く見かけ状の力遠心力はこの向きの m r オメガダッシュ事情になりますねいいかなでさらに弾性力は伸びを L と仮定をすると縮む方向の KL になりますこの2力が釣り合って観測者 S から見て静止に見える釣り合いの式を書き出しますでこれで L1 イコールに直しバネ定数は先ほど求めてありますから代入して整理と はいまあ、この L 値はね当然先ほどの L よりは大きくなりますはい今度はですねここに2分のラージアルの長さを持つはしごを用意しますそして観測者がこのはしごを上りちょうどですね内壁と中心の間ぐらいですかここでですねバネの伸びを観測をします、まあ、外から見て実際はこう回転をしてるんですけれども 今回回ははですすねね転角速度はオメガになります、ね、この時のバネの伸びを求めてくださいと言っているので、まあ、これも観測者 S から見て静止ですから釣り合いの式で求めることにしようでしょう力はまず遠心力ですねそれから伸びを L2 と仮定をすると弾性力が働きますねこれが釣り合って重りは静止に見えますでこの式からですね L2 を求めるとあとは K を先ほど求めた結果に置き換えます どうも、えー、伸びがですね半分になってしまうということが分かりましたまあこれは地球環境では経験をしません、えー、地表面に梯子を立ててちょっと登っただけでバネの伸びが変わるということは経験をしないはずですしかしこの宇宙ステーションの世界ではね、場所によって遠心力が異なるのでバネの伸びが変化をしてしまうということが普通に起こってしまいます このように2つの実例を見て、まあ、地球環境を完全に実現することはできないということは分かりました。しかし、せめてですね、この内壁上ではですね、地球表面上の、えー、状態を再現したいというのは人情なわけですね、えー。確認をするとですね、この内壁上に静止している観測者が、えー、バネに重りを吊るして観測をすると伸びが L でしたよね。さあこのバネをですね、地球表面上に持ち帰り、同じ質量の重りを吊るしたとします。 で結果的に、えー、伸びがですね等しくなるためにはこの宇宙ステーションの角速度オメガをいくらに設定すればいいかと問われていますけれども、えー、同じ伸びを示すためにはこの重力の強さとこの遠心力の強さが一致していなければいけないんですね。ということは宇宙ステーションの角速度をこの辺りに設定すべきだと。こうすればこの内壁上で地球表面上と同じような環境を実現することができるということになります。まあ、ちなみにですけれども えー、宇宙空間にです、ねえー、半径100メートルの巨大な宇宙ステーションを建造できたとしますよねそして地球表面上と似た環境を内壁用に作りたいとしますそのための角速度はいくらになるかを計算してみてください、えー、角速度は0.313ぐらいになりますかねこれは周期に直すと20秒20秒で宇宙ステーションを1回転させれば え遠心力これがこの重力にほぼ等しくなりますはい、えー、最後の考察はちょっと厄介ですここに回転する宇宙ステーションがありますねそして、えー、内壁に静止した観測者 S がいます、えー、こいつはですねこれはあるボールを発射することができる発射台になっていますそして時刻ゼロに、えー、この観測者から見てですね中心向きに 速さいうで打ち出すんだそうですさあこのボール一体どこに落ちるかともちろん地球環境であればね真上にボールを打ち出すと真下に落ちるつまり元の位置に戻ってきてしまうはずですよねところがもうこれ繰り返し見てきたように完全に地球と同じ環境になっていないので多分予言すると、えー、この場所には戻ってこないんですね じゃあどこに落ちるかということを誰に観測させるかということになりますが、君たちが見かけ上の力の知識が十分備わっていれば、実はこの人がもう落ちる場所を予言することはできます。しかし多くの受験生はその知識が整っていないと考えられるので、この取材者も提案として、まずは観測者 T に見せてごらんと言ってくるんですね。さあそうすると、この打ち出した初速もですね、この観測者から見ると違ったものに見えます。 それはこの宇宙ステーションの回転に伴うこの速度が合成されたものに見えるはずです。まずは括弧2括弧 A はですねこれを問われているわけですね。で単純に三平方定理で計算をします。いですかこいつから見るとそしてこいつはいわゆる完成形の観測者ですからこのボールには打ち出した後何にも力が働かないので。 v ゼロの等速直線運動を起こすように見えるはずなんです軌道はどういう軌道ですかと問われていますから等速直線運動とか等速度直線運動と答えますね続いての質問はこの打ち出してから再び内壁にぶつかるまでの運動時間を知りたいと言ってきてるんですねこれもやはりこの観測者に計算させる方が有利ですよね等速直線運動なので この距離を V0 で割るということになります。さあ、この距離はどうやって計算するかということになりますが、え仮にここの角度を θ と書こう。そうすると、この角度が分かりますから、えー、飛距離はですね、2R sinθ と求まります。それを速さ V0 で割れば、運動時間ですね。ところで、この θ はね、問題に与えられていないので、消去しなければいけないんですね。で、その時に、 この直角三角形を使うといいでしょうね。えー、サインシーターは v ゼロ分の u に置き換えることができます。そして v ゼロは先ほど括弧 a で求めてありますから代入します。はい。えこれで与えられた文字で運動時間 t 一が求まりました。最後の質問はこの発射台に対してボールが落ちる場所はプラス x 方向か、あるいはその逆のマイナス x 方向かと問われています。 まあこれはですね、えー、この2シー,ターと今作図したこの φ ですね、この代償関係を調べればいいかな。この図のように2シー,ターよりも φ が小さければ落ちる場所はプラス x 方向と。あるいは逆にですね、2シー,ターよりも φ がでかければ落ちる場所はマイナス x 方向と答えますね。この φ とそれから2シーターの代償関係を比較すればいいです。で2シー,ターというのは もう計算はできるようになっていますよね。だからあとは Φ を計算する必要があります。さあ、この T1 秒間の宇宙ステーションの回転角度 Φ、これは角速度かける T1 で求まりますね。で T1 は先ほど求めてありますから代入します。でこれをですねシータだけの式に変形をしなければいけないんです。で今までの結果をボコボコ代入してるとね計算重くなるんですよ。 まあここはちょっと気が付くかどうかで計算量が変わってくる可能性はあります。まずこのように式変形をします。そしてこの部分に注目すると実はシーターに書き換えることができそうですね。うまいですよねこれね。V 分のメガというのはコサンシーターと等しいということがわかります。そして2倍角公式でサイン2ーターに等しいということがわかりました。これでファイと シータの関係がわかったわけですねあとはファイと 2θ の代償比較ということはサイシータとシータの代償比較がでできればいいわけですねこれはもう純粋数学で x が正であれば sinx、えー、よりも x の方が必ずでかいですよね。まあ、したがって sin2θ よりも 2θ の方が大きいと結論されます。で sin2θ はファイですからファイよりも 2θ の方が大きい。 したがって正しい図に直すとこうですねと。発射台に対して重りはですね、プラス X 方向離れた場所にぶつかるということがわかります。いいですね、えー。若干後半は数学ですけれども、うまくやってください。はい。さあ、ところでこれでもう話終わりましたが、改めてですね、ちょっと考察をしておきたいのは、このずれた場所ぐらいであれば、実は観測者 T ではなくて、 観測者 S からも予言ができると言いましたちょっとそれをを、ね、説明をしておきたい。今いいですかボールをですねえ中心に向かって打ち出すんだよねこの人から見ればこの速度で打ち出されたように見えるんですそして、えー、打ち出した後、働く力なんですけれども実際に働く力は何もないんですよ無重力空間ですからねところがこの観測者 S は回転観測者ですから 見かけ上の力を考えて運動を予言する必要がありますその一つは遠心力なんですでもう一つがですねこの観測者から見て運動するボールなのでこりよりよくも働いちゃうんですその二力が働きつつ運動するとどんな軌道になるかというのを予測すればいいんです例えばこの打ち出し直後ですね遠心力はこの方向に働くしこりより力は いいですか。導入講義を受けた人はこの方向だということがわかります。だから観測者 S から見て少し軌道が右に曲がるんですね。わかりますか。はい。ちょっと今ストップモーションをかけました。例えばこの瞬間の遠心力とコリオリ力はおよそこうなります。で続きを再生するとこうなります。ですね。こうやって、えー、コリオリ力をちゃんと理解している人はプラス X 方向に離れた場所にボールが落ちるということは 予測でできるんです、まあ、この問題もね別にコリオリ力を知らなくても結果を得ることができるようにはなっていますけれどもやはりコリオリ力を理解している人にとってはですね問題が容易になるし何をすべきかということが、まあ、目標として定まるわけですからできればですね早いうちにその遠心力コリオリ力に慣れて回転系から見た物体の温度を予測できるように仕上げてほしいんですね。